はい、エディターのお魚ちゃんです。今回は何かというと、まあ本当にね、今回も地元のね、富山輸入車ショー2024の模様です。はい、まあところかは、まあ、2巻中でやってたんですね。はい、もう片方でやってた車を今回は紹介していきたいと思います。はい、まあ全24ブランド、まあ本当に開催されてね、本当に最多のね展示だったそうです。はい、なのであれなんですが、はい、それでもってその中の一つ、はい、フォルクスワーゲンです。フォルクスワーゲン、はい、まあこれでの実際の推しの車を紹介したいなと思います。推しの車、それがまあ電気自動車の ID.4 です。ID.4 のプロっていう上位グレードになってきます。まあこの車はプロとライトとあるんですが、ちょっと細かく違います。まあ後輪駆動のは全く変わらないんですが、まあ屋根が、まあ、ソリッドかガラスか、そしてまあバッテリーがちょっと大きいか少ないかです。まあそういう車なんですね。で、今回はプロで、まあこれね、ゴジラ対コングっていう映画のコラボの車がやってきました。はい。まあそういう車なんです。実を言うとこれ調べたんだけど、ね、ゴジラコングに関して、実を言うとね、この辺りでは、一つ、川でしかやってなさそうなんですよね。ありゃーって感じ。なんですか。見に行きたいですね。はい。まあ、それはどうでもいい。でも、まあ、見てもらえばなと思います。はい。どうぞ。ID.4 のプロですね。はい、そちらをまた改めて見てきたというただそれだけの動画になります。ですけどこれ、まあ実際言えばこれ映画のコラボモデルで、まあ、どこまで出せるかなってちょっと思ったんですけどね。ゴジラ対コングとキングコングなんですよね。はい、そんなところですかね。Just come running by.
面として言えばこちらはまあ、ラッピング視点であれなんですけど、まあブルー系の車になるかなと思います。まあこれはまあメインの色なので映えてますよね。はい、それでもってやっぱ素敵だなっていうのがあるんです。それでもそれとマッチしてるし、まあ結構ね車としても結構素敵な車なんですよね。まあ、可愛らしいしいいなってちょっと思うんですけどね。まあサイズとして言えば結構ね大柄ですで、結構ねまあ C から D グッズくらいの大きさなんで、まあ結構、まあ、サイズも大柄で、まあ、全幅で大体1800、幅が1800で、全幅で大体5メーターぐらいある、4メーターぐらいあるんですけど、まあ本当にね大きいけどあんまり大きさを感じない、そんな感じの印象は受けましたね。I'm not broken, I just split in two.
体操としてはどうかと思うと、まあ本当にね、まあ、2つモデルあるのですが、結構ね基本このスタイルと思ってほしいなと思います。すごくシンプルです。はい、でまあ本当に車として言えば再生可能素材を使ってたりとかしているみたいするんですが、やっぱりね本当にこちらの車は結構ブラウン基調で本当に高級感のあるデザインだったと思います。はい、ですけど本当にねナビが基本ついておりません。そしてまあどちらかというと GPS 機能をついた、まあ、ディスプレイオーディオって感じです。なので基本スマホをつないでいただいて、本当にね Android とか iPhone とかということでね、まあ、そちらで操作してもらう、ナビの操作をしてもらうというスタンスです。でですから結構ね、まあ、今時の車だなって感じです。で操作はどちらかといえば右手にあるダイヤルでコントロールする。それで、パーキングも止めるという感じかな。このです。すごくシンプルです。はい、で、前倒すと、どちらかというとドライブ。後ろ倒すと、だいたいリバースってなってます。で、止めるときは、まあ、先端を押して、パーキングベンチに入れるという感じなので、実際のオートマ車とそんなに変わりません。はい、そんなところでしょうか。Thank you.
ドアグリップは実を言うとこれは空気抵抗を合わせるので、まあ、握るタイプです。そして、まあ、レンジでガチッと開くようなタイプになるのですが、これもね結構空気抵抗を意識した作りなので、まあ、致し方ない部分かなと思います。でこれでもって、まあ、クロスオーバータイプなので結構普段使いもしやすいし、あとは本当に、ね、荷物もいっぱい乗ります、はい、そしてまあ本当にね後ろも結構実用性が高く広いです、はい、まあ、そこも結構魅力的なんですよね、はい、で、まあ、車として言えば後輪駆動です、はい、まあ、ID.4シリーズは2つモデルありますが、ほとんど変わりません。はい、なので、まあね、あとは大きく違うのはバッテリーの容量ぐらいで、まあ、話を聞くと、まあ、後輪でも有機平気ですと聞いてましたし、まあ、そういうところかなと思います。はい。として言えば、まあ試乗した印象として言えばやっぱりドイツ車ですね。本当に、まあ電気であるぐらい結成のドイツ車です。まあ、まさにしっかりした走りをしてくれるし、可愛いながらにもやっぱりとてもいい車だな、頼りがいのある車だなっていうのはすごく感じました。ただ
本当に違うのはやっぱりあれなんですよね。はい、あれですね、とにかくしっかりしてる、まあ、そういう印象はあるかなと感じです。はい、なのでまあ雪道も全然余裕だったし、まあ街乗りがメインであればこれも決して悪い車じゃないですし、本当にね休息もできるんで、まあもちろん賃貸でもね、まあ十分いけるかなっていう感じはあります。はい、まあ本当にアパートとかになってくるとほとんどついてないですからね、現状ですので、どうかなっていう方もおられると思うんですが、急速充電がメインであればこれ悪くないですよ。はい、こちらのモデルにおいてでは2つモデルがあります。まあ、一番の下でだいたい514万2000円のライト、そして今回のモデルがプロというモデルになります。なので、まあ、これが結構売れ筋で、まあ、大きく違うのはルーフなんですよ。あと最後言えるのは、まあ、ルーフがついてるかついてないか、そしてバッテリーがついてる、大きいか小さいか、そういう感じになってくるんです。ですけど、まあ本当にね、普段使いをするっていうのであれば、
本当にこちらも電話あるし、ちょっとした遠出も全然できます。ですのでこちらは本当におすすめの一台かなって思いますね。はい、そんなところではないでしょうかね。はい、ぜひ試乗していただけたらなと思いますね。はい、機会があればとても素敵な車を見たいと思ったし、まあゴジラの映画も見たいなと思ったんですが、地元まだやってなくて、まあなんで宣伝してんねんと思ったけど、まあ、見たいな。はい、そういうところですね。はい。賃貸の人でもやっぱり全然いけると思います。まあ本当に週に1回充電すればいいですから、まあ急速充電スポットも日本は多いです。